こんばんは、役所です。お家でテレビではオリンピックがやってるのにわざわざ映画を見に来てくださってありがとうございました。昨日はゴジラをやってて、もう後半すごい土砂降りだったそうです。今日は大丈夫です。僕意外と晴れ男で、多分最後まで、まあ、小雨が降っても土砂降りにはならないと思います。もし土砂降りになったらあいつ嘘ついたなと思って本当楽しんでください。ありがとうございます。今日のためにトイレ掃除をした方もいらっしゃるそうです。あ、そうですか。ありがとうございます。ご自宅のトイレを。それは毎日やんなきゃね。じゃあ私も今日司会をやらせていただくんで絶対トイレ掃除しようと思ったんですけど、緊張の方が多くてすっかり抜けてました。すみません。あ、そう。ありがとうございます。幸せな猫だと思います。実はですね、あ、ごめんなさい、実はですね、ガマの油に続いて2度目の時代配達なんですよね。ありがとうございます。本当に このパーフェクトデイズというのの始まりはですね、本当にこうやって、映画館で、皆さんに見てもらうような映画というものではなくて、皆さん東京の渋谷にある東京トイレットプロジェクトがありまして、今は17個のトイレがあります。それはですね、皆さん僕もユニクロ着てますけど、ユニクロの三男の柳井浩二さんという人が、そのプロジェクトは自分の私費でやって、東京オリンピックに向かってその世界中のお客様をこうおもてなしする意味で、世界的に有名な建築家とデザイナーを選択して作ってるプロジェクトなんです。いまだにその清掃とかなんかも全て彼の自費で賄われているんです。最初はその短編映画とその写真集をやりませんかと言われたんです。そうするとそういう短編映画とか写真集でトイレを使う人が少しはきれいにしようかなという気持ちになってくれるとありがたいということで、でも素晴らしいプロジェクトなので、ぜひその映画館にかからなくてもこういう企画には参加したいというので始まったんです。それでこの企画を監督にビム・ヴェンダースというドイツの素晴らしい、レジェンドの監督がいるんですけども、柳井さんがそのビム・ヴェンダースにオファーをしたらすぐにやろう、でも短編映画ではなくて長編映画にしたいということを言われて、このくらい大きな映画になってしまいました。でも本当にこの1年間僕本当にずっとこの映画と一緒にいろんな国の映画祭に行って、地元の人たちと交流をして、まあ、トイレの清掃について人の生き方についていろいろコミュニケーションを取ってきました。本当に映画っていうのはそういう、まあ、世界中の人たちとその交流できるすごい手段だなと思って、改めてその映画には力があるんだと実感しました。今日この映画皆さん見て、もう見た人いらっしゃるんですかね。まあ、でも本当にあんまり大きな公開ではないんですけども、もう1年間東京ではやってます。今年の12月まで、小さな劇場ですけどもやるそうです。もし東京に行かれたら、東京トイレットのトイレで用を出して映画館に行って楽しんでください。ありがとうございます。映画祭では役所さんの作品は何度も上映しています。はい、そしてビム・ヴェンダース監督の作品も上映しているんですね。なので去年このパーフェクトデイズの話を聞いて、私たち実行委員は